和泉市の鶴関節センターで今日開所式が行われました。泉平野では昨日ナベザル1羽から鳥インフルエンザウイルスが確認されていて、今日から消毒ポイントが設置され警戒態勢が取られる中での今シーズンのオープンとなりました。泉平野では先月12日に今シーズンの第1陣となる鶴が飛来し、先月末時点でおよそ6300羽が確認されています。今日の開所式ではおよそ70人が参加し、今シーズンのオープンを祝いました。皆さんもぜひ見に来ていただければなというふうに思っております。一方、泉平野ではおととい回収されたナベヅル1羽から簡易検査で鳥インフルエンザウイルスが確認されていて、現在感染力や致死率が高い高病原性であるかどうかを調べる遺伝子検査が行われています。和泉市ではナベヅルの発見場所周辺13カ所に消毒ポイントを設け、今日消石灰を散布するなどして警戒を強めています。防疫体制についてはですね、全力で取り組んでまいりたいと思います。どうかご協力いただければ非常にありがたいと思っております。